そういえばしばらく実家に帰ってないし、久しぶりに親の作るご飯が食べたい、なんて思っているそこのあなた。お袋の味を自分で作ってみませんか？というわけで今回は、私の母親が作ってくれたお袋の味を実際に作って再現したいと思います。何を作っているのかぜひ考えてみてくださいね。材料は人参1本、玉ねぎ1個、じゃがいも3個と、鶏もも肉 200g。まずは、野菜の皮を剥いていきます。剥き終えたら今度は切っていきます。人参とじゃがいもは乱切りに。玉ねぎはくし切りにします。さて、切り終えました。ここまで見た感じカレーでも作っとるんかと思ってるんじゃないですか。残念。実は肉じゃがなんです。ネットで調べたところ、肉じゃがのお肉はどうやら地域によって異なるようで、大きく分けて、西日本では牛肉、東日本では豚肉を使用します。話が脱線してしまいましたが、調理に戻って、鍋に具材を入れて炒めていきましょう。軽く炒めたら、水を具材が浸かるくらい入れます。調味料に、醤油、みりん、酒、砂糖、かつおだしの素を入れます。我が家は大さじとか小さじとか測らずに入れていくスタイルなので、味見をしながら調整していきます。おっと、白滝の存在を忘れておりました。一口サイズに切れているのかと思い、そのままぶち込んでいますが、どうやら切れていなかったようです。まあいいでしょう、胃袋に入ってしまえば同じです。そういえば白滝と糸こんは何か違いがあるのかと思いきや、どちらも同じものらしいですよ。失敬、またまた脱線してしまいました。アルミホイルやクッキングシートなどで落とし蓋を作り、15分ほど煮ていきます。15分経ったので火を止めて、深めのお皿に盛り付けていきましょう。完成しました。じゃがいももホクホクで美味しそうです。ちなみにこちらは、母が作った肉じゃが。見た目は同じですが、肝心の味はどうなのでしょうか。ものすごく薄くなった。A はね、塩分控えめで、まあ薄味はちょうどいいから、うちのじいさんばあさんに食べさそう。なんじゃこれ、しらたき長すぎるわ。ごめん、頑張ってすすって。味の再現は失敗しましたが、意外と喜んで食べてくれました。皆さんも時々実家に帰って、お袋の味を食べてみてはいかがでしょうか。